こんばんは。前回の続きやっていきます。やっぱりガチャしましょう。チケットがいっぱいあるんで、まずねグローリー、これ 1,2,3 出ますね。これ3確定4以上、まずね 1,2,3 出るやつからやってって、5確定も確かあったと思うんで、あったあった5確定ね。あ、これはねランクマッチの報酬ですね。スクラッチです。これまずやっとこうか。これ動画でやったことあるな。削るだけですね。削ってこれが報酬で、ほぼ個数ですね。何個、あ、全部3個ずつもらえるってことですね。あともう1個あるんですけど、ま、一緒なんで飛ばします。じゃあグローリー行きましょう。これはね 1,2,3 が出ます。緊張の瞬間、白が1、黒が2、黄色が3ですね。うわ、いつかいらないやつだよね。ニューだし、いらない。これちょっとね、あと20何枚かあるんですけど、途中でおそらくカード処分しないと500枚までしか持ってないんで、頼む。愛を込めて。いや、これも1、処分だね。ちょっとね、480ぐらい今あるんで、いつも処分はしてるんですけど、超の瞬間、愛を込めて。3出ないね。あー、3、OK。どうだ？これ多分ないわ。ないね。グローリーまだあるんじゃない？あ、もうない。あったあったあった。緊張の瞬、運命のシュートが今。なかなかいいのが出ないな。ワイチ。いらないな、また。いらないです。ここは。もうないかな。あとは、あ、まだある。これ 1,2,3 ですね。緊張の瞬間、運命のシュートが今。おお、3、OK。いらない。あー、持ってると思うけど、使ってないな。なんだったっけ。うん、ナイス。残念。あとは、3確定でいいかな。ね、この前、ちょっと取れてなかったんですけど、スアレス出てるんですけど。まあまあ、持ってないんで、結局、意味ないんですけど。ない。ないね。ないです。どれ行こう？ 3 かな？ 3 やって、4やって、確率 10% やって、星5かな。緊張の瞬間、運命のシュートが今。ゼロ。どうだ？これ欲しいわ。あー、レバンドフスキー。持ってて、もう一応アンロックしてるんだけど、まあまあ、なんかいいのつくかもしれないから、よしとしますか。この瞬間、期待を込めて、いや、持ってない。ブラジル代表持ってない。本当欲しいの来ないな。超の瞬期待を込めて。これも確定で、これチームの決まってたのかなみたいですね。使ってないと思う、これも。これはマンチェスターのチームだ。こっちはどこだ、バイエルンかの星3が出るってことですね。超の瞬間、運命のシュートが今。バイエルンの選手いたっけな。どうだ、ドイツのチームですね。あ、ボアテング。あー、もう、つけれたかな。他は？超の瞬間、運命のシュートが今。あの、うわ、また出た。まあまあ、ちょっと後で見ますかね。これもバイエルかな。ちょっとカード処分しないといけないんで、これで一旦、これ終わったら、一回ちょっとカードチェックするかな。いや、これはいらない。持ってない。ね、491枚でしょ。危ないんだな、テンル。あ、いたいた。これね。でも、これ多分もう、ね、
まあやるか。本人は演出でわかります。でこれキラーなってるんで、まあ、94なんですけど光ってるでしょ。97とか8ぐらいの数値が D だ。いらないね。まさかこれは何の演出やろ。演出があって最初についたら D、 次が C で3回目いったら B か A ですね。頼む、なんか今ついて、うわまた D かよ。やりましたー。なんかねえな、変わんなかった、残念。あとじゃあさっきのレバンドフスキのやつか。これはねロナウジーニョなんちゃってで偽物です。一応レジェンドだけど80までしか持っていけないやつなんで全然育成してない。これも一緒ですね。演出で最初が D、 次が C で3回目までいったら A か B。 うわこれも D か、残念。やりましたー。いらないんじゃない。うわどうしようもない。カード処分したんでやりましょう。次4以上かな。先に星4以上出ます。銀が4で金が出たら5です。あ4ね、しょうがない。どうだ、これもいらないね。いらいらない。じゃあ 10% やって星 5%10% ですね。これも一緒ですね。銀が4、金が出たら、あ4ですね、残念。どうだ、星4は処分すると、LB ってポイント500ですね。じゃんじゃんいきましょう。いっぱいあるんで緊張の瞬間期待を込めて。じゃあこれも4ですね、残念。さあ行ったぞ。いやー運でない、いらないっすね。あでもまあ今イベントあってるんで使えたらいいね。ライジングスタジアムだったかな。緊張の瞬間、運命のシュートが今。それに使えるんだったら。さあ行ったぞ。いらないっす。キーパー。見るまでもないですね。持ってない、いらないってやつ。キーパー。全然出ない。緊張の瞬間、運命のシュートが今。いやーずれた。さあ行った。じゃあ 30% やって星5やってレジェンドいきますかね。緊張の瞬間、運命のシュートが今。頼む。おっ、オッケー出た。いやーしかもいらないか。まあまあまあ処分したら LB ってポイント1番になるんでいいでしょう。の瞬間、これねもう確定してるんですよ星5が。でもスタンドの旗が変わってないんで92以上97以下が出ますね。どうだ、はい、いらない、残念ですね。で最後がレジェンドが出るかもしれないガチャです。緊張の瞬間、これも確率なんで、銀が4、金が5で、うまくいけば、レジェンドが出る。5% ぐらいじゃない。あ、そうね。残念。さあ、行ったぞ。いらないっす。今やってるイベントがライジングスタジアムですね。試合して、なんかスタジアムが出てくるんですよ。試合終わった後にスタジアムが出てきて、ライフがあって、それをね、この、どれだったっけ？特攻、これかな？このライジングボルテージ総合値っていうやつで削っていくっていうやつなんですけど、あっ、わ、全然関係ない。あっ、さっき出たやつ処分していいわ。星4のやつとかね、全く関係ないんで、ここにね、入るんですよ、関係あったら。
試合をやってみますかね、これはね GP これですね105分の81のうちの20使います。試合は勝つと思うんで 2,3 点取ったら飛ばします。画面左131,055これ自分の戦力、相手がこれ43,400ですね、コンピューターですね。お届けしてまいります。キックオフは間もなくです。通常はね画面右下これ早送りしてます。スキップがないんですね。インターンをつけてパースを出しサイドからシュート決まった。 OK 対人戦ではこんなにうまくいかないですね。コンピューター相手なんで。今のは見事な得点でした。いや本当に見事。前回動画ね相手にオーバーヘッドやられたんですよね。初めて見ました。中央へ送る、うん、やったこともないし。来たシュート決まった。 OK もう1点ぐらい取ったら飛ばしましょうかね。ユニフォームはね試合の前の画面で、オプション画面じゃなくて試合の前の画面でも変えることができます。5種類ぐらい持ってるんで。ミラクルシュート OK じゃあちょっと飛ばしましょう。試合勝ちました。この後にスタジアムが出てきます。これですね、9000このねライフをね削るんですよ。どっちか BP ってこの4つあるやつね、かもしくはこのライジングボールだったかな、どっちかで削ります。もう1回ぐらいじゃないかな、もう1回ですね。こういうイベントですね、うまくいけば この段階で報酬も出るし、あと3回開けるとまた別のスタジアムが出てきますね。ここはランクマッチですね。また1からなって、残り6日でこの今ダイヤモンドっていうところにいるんですけど、ここ下からね今ダイヤモンド、その下がゴールド、シルバー、ブロンズ、ビギナーってあって、このダイヤモンドをキープしたいんですよね。そうするとレベル4行くと、また次も、また6日後にダイヤモンドのレベルの1からできます。で、この中にね、超ブーストホイッスルっていうのが出てくるんで、それが欲しいんで、ずっとキープしてます。試合しましょうかね。無失点で試合を終えるっていうのはちょっと無理かな。可能な時にミサンガ使って数値2倍にするんですけど、ミタタ使わないで、BP も1でやりましょう。この状態で、ここですね。これでユニフォーム変えれます。今赤でしょ。こうやって。ね、切り替えができる。これ確かアウェイに入れてたんだと思う。ホームとアウェイの切り替えができるかな。試合やろう。あー、強い。スキルだけ自分の方が上。それ以外全部相手ですね。でもまあグレードはほぼ同じぐらい。でも相手の方がまあ強いわな。あ、ってことはこの左側のこの選手はレベル上限値が、これとかはまあ71以上、レジェンドのロナウジーニョとかは81以上かな。間もなくです。相手のチャレンジ1失点以内、自分は無失点。これ相手も入るし、自分にも1失点以内だったら自分にも入ってきます。さあゲームが始まりました。パースを出す、パスで繋いでいく、まあ、強いけど相手のロナウジーニョは良かった。まるで鉄壁、カット、打ってほしいわ、止めた、もう打ってほしいから、いやバックパスやめて、ここは通さない。いや、危ない。いや、いかん。いけ。パスを出す。打てるよ。かわして、ドリブル。めっちゃ豪快なシュート。オッケー。いいよ、今んとこ。今のは見事な得点でした。うん。
やめて。あ、今消えたのは選手何人かで出す。やばい。あー、やられた。画面上の、ま、あの右にこう円が出てたのは選手何人かで出すすぎる。さあ気持ちを切り替えていきたいところです。すぐ取られそう。まるで鉄壁。中央に預ける。やばいな。うわ、また打たれそう。うわ、もう一発来るわ。うおお、よかった。ゴールキックです。前半1-1っぽい。ハーフタイムのホイッスル。オッケー、いいでしょ、悪くない。選手変えてみましたね。相手この後半を迎えます。このゲームね、前半と後半で流れ変わるんで、とにかく最初の1点なんですよ。速攻で取りたい。こっちはもう打って、そこからとにかく。いや、まあ、相手にね点取られちゃったらもうちょっと、ね、こっちに流れを。うわー、もうこのフリーキックやばいよ。相手のフリーキックになります。おお、オッケー。一旦預けて。いや、取られちゃった。うわ、これまずい。なんと決められてしまいました。ひどい、パスが悪い。メンバーチェンジのようです。さあ、気持ちを切り替えていきたいところです。相手に流れいっちゃったかなって感じはするけど。中央から仕掛ける。すぐ打って、頼む。打てば。止まれた。スローイン。すぐ上げてほしいわ。上げて、すぐサイドから、左からクロス。これはオッケー。決まった。まだわかんない。ただお互いチャレンジクリアできなかったですね。自分は2失点、相手は1失点以内だったんで、お互いちょっとクリアできなかった。負けたらマイナス900だし、うわ、勝っても600しか入ってこないですね、このままいったら。お互いチャレンジクリアするかどうかだいぶポイント変わってくるんで。いや、挟んだ。うわ、やばい。カードはやめて。メンバーチェンジのようです。相手のフリーキックになります。あと7分ぐらいか。うまった。上げてほしいんだけどね、取られそう。お、いいね。ここでメンバーチェンジがあります。フリーキックです。来た。なあ、 PK になる。いやー、ロスタイムでやられた。負けちゃった。 PK と思ったけど。ここでメンバーチェンジがあります。キックオフです。この負けを次のゲームの活力にしたいところです。残念。試合に負けたんでコインが3枚、勝ったら6枚ですね。で、あの3030枚ぐらいあったやつで、まあ、他のと、まあ、景品というかミサンガンに変えたりします。まあ、しょうがないですね。あとまだレベル1なんで結構長い先は。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。